まあ、こいつら融通きかへんよな。いやー、これまだ伸びしろあったと思うよ、正直。まあ、とりあえず分かりました。とりあえず金玉を作りましょう。もうそういう方向で僕は行くと、今日決めてるんで、左右にリンゴを、ダンビラ、幅広く作っていく。だから、こういう時とかこうしちゃって、真ん中にちっこいのをあえて置くということで、果的にはロスがなくなるみたいな、そういう話を僕の中では答えが出ている。そう。こういう処理の仕方？こういう処理の仕方。それよくないね。こういう動きしちゃうからさ、じゃああんま意味なくないみたいな話になってくると思ったけど、でもそうなってくれるんやったら大丈夫。そうなってくれるんやったらいいか。これ、意外とやっぱ無理なんや。まあ別にそれならそれでも。ああ、でもそれってどう？いや、微妙か。こう言っといて。こうして。こう、こう押しといて、ああ、そうなるんや。ああ、それまずいね。この形、まずいんよ。何度その形に苦しめられてきたか。何度その形に苦しめられてきたかわかる？なんかどんどん形を悪くしていってもうてるなーって自覚はあんねんな、実は。さすがの俺にも。でもね、どうすれば改善されるかっていうのが未だにわからない。でもなー、そうなっちゃったら意味ないよなー。こう、新しい攻め方を若干考えてんねん。もうね、今まで何度も何度も3000点ギリギリ足りなくなってるってことは、多分やり方がちょっと間違ってるな、という考え方が今僕の中であって、こういう隙があるようでない並べ方、たくさんこうやって置くことが結果的に処理が美しくなるのかもしれん。こうやってリンゴをひたすらいろいろ置いてみて、こことかもこっちで合わせることで、こういう化学反応が起きる。危ない。まあ、これはこれで全然ありやと思うねんな。全然ありじゃない？こういう体型。とはいえよな。そこ沈み込んでんの嫌やな。ここ開きたくない？無理やな。もう扉は開かれない。
ここでも合わさったとて、ああ、まあ一応合わさるんか。じゃあ合わせ切りたくない？無理か。そういうのが無理って言われると困っちゃうんだよね。こうかな。なしとかはもうぶっちゃけ無理に動かす必要もなくて、なんかでも形意外と悪くない気がする、正直。そう、こういう形は意外と、ああ、それで持ちてかれるの嫌だな。これ、ああ！それはまずい。それ本当にまずい、正直。けど、リカバーできた。このリカバーは結構でかいよ。それ右押してほしかったな。これでも、これなら、ダメか。いやー、それまずいな。そこに入り込まれるのいっちゃんやばいね。これリンゴ、うわー、ダメくせー。ダメだな。その形がいっちゃん避けたかった。あーけど、けど、そうだけど、え、うそやん、それひょっとしてダメ？この形が動かんのはちょっと聞いてないかもな。おお、なんかあった思ってたんと違う流れは来ている。だからもうここはもうコンボがもう成立してるから、ちょっとさ、いやでもこれは行く行く行くと思ったけど行かない。もうこれ当たらへん、動いてない、動かなさそう。いやそれは行くやんな。オッケー、これは行くよねってなってくると、あのイチゴだけはマジで育てんとやばいと思ったけど、待って、これはじゃあ埋めんとまずい。いやー、そこ広がらんのかい。これ広がらんのまずいね。うわー、ちょっと待って、そこ入れられるとまずくね。ごめん、なんかちょっと話変わってきちゃった。話変わってきたけど、まあ、こっちの方が動かしやすいな。あー、ええやん、ええやん、ええやん。だからこう、あー、もう最悪、欲張った完全に。けど、それワンチャンそこに桃同士行けばいいんやけど、それ下押し、ここ押し込んだらいけへんか。いや無理やな、それは欲張りが過ぎるっちゅうやつか。いや、いけた、いけた、いけたし、形もいい。これ3000点いけんかったらもう俺どうしようかな。3000点いけなかったらもう無理じゃない、このゲームクリアすること。人類には難しすぎるゲームっていうことを俺は認定するけど、あー、でもあれちょっとしょってきたいよな。
あのチェリーしょれると思う。あのチェリーしょれたらマジででかいねんけどな。ここ、欲張らずに、チェリー1匹ぐらいもええわ。多分、これ安全に行った方がいい。これも、安全に行こう。こう育成していく。うん、でもここはもう、このコンボはもう、大事にしていった方がいいわ。あー、ごめん、そういう、そういうのね、聞いてないんよ。でも、イチゴになった。そのリンゴずりゅっていくんか。いやね、スイカ、お前は柔らかすぎんねん。柔らかいってか何？ここでも間にでも入れて。ちょっと待って、それ嫌や。それちょっと嫌やな。これ動く？さすがに動かんか。このイチゴだけは絶対に大きくしとかなあかん。こっちかな。うん、ちょっとね、いやー、それまずいな。うわー、いっちゃん嫌なとこで育成してもうてる。いや、ちょっと待って、それマジでまずい。まあでもこれは大丈夫。そういうことができる。そういうこともできる。いやー、これも置くしかないな。いやー、置くしか、いや、大丈夫、大丈夫。これ、なしが多分、これは計算通り。そこでなしができるから。こんな計算通りある？いやー、結構最悪の形かもしれん。きつすぎる、正直。滑り出しよかってんけどな。いや、いやー、こう右下が死にすぎてんの嫌だな。それなんとかならん？ならんか。いやー、でもそのチェリーも育てたいよな。これなんとかここ間にさ、いやー、入るわけないわな。まあ、でもこうでもせんと、こうでもせんと、もうね、置く場所がないんよ、そもそもが。だからもうある意味しょうがない。割り切るしかない。いや、そこまで行くのは聞いてない、でも。いや、いかんどいで。ねえ、もう助けて。助けてくれ。もう聞いてない動きしかせん、こいつら。思っても見ないんだよな、その動き方は。いや、そんなんされたらさ、そんなんされたら勝てる試合も勝てへんわけ。わかる？いけ。いやー、そこいかんのか。そこは行ってほしかったな。いや、これはでも、こうして、ここで、おお、じゃあそこ行け。おお、じゃあそこ行って、あー、ダメか。そこ行ってほしかったな。でももう、これシンプルに、いけそうじゃね？押したら、背中押してやればいけそうじゃない？無理？もう何で引っかかってるかわからんねんけど、あ、でもブレープが邪魔なんか。グレープがじゃ、じゃあ、押そうが押すまいが一緒か。ほんと。じゃあ、ダメじゃん。うわ、もうごめん。その入り込みはほんまに終わってる。
いつもこれ。もうこれなんよな。いやー、だからその中間処理がちょっと下手くそなんよな。しかもそれ、あでもまあそこはつながる。どうしても歯車にしたくないときに、歯車にしてしまうの。なぜなぜ。いやー、なんでやろな。うわー、いやー、ちょっと待ってくれ。もうちょっといける、もうちょっといけると思う。うわー、そこのリンゴ合わさらんのか。もう絶対いけんねんけどな。なんかいけそうじゃね？無理？うわぁ、そっち合わさんのか。くっそ！なんかいけそうでいけないのがずっと起きててすごく辛い、このゲーム。なぜ？もうなんか、なんやろうな。何が悪いのか分かるんだけど、その悪い何かを改善する方法が分からない。中間処理気をつけてるねんけどね、一応僕の中では相当気は使ってるつもりだけど、それじゃ足りない。そういうやり方は良くなかったかもしれんが、まあそれはそれでも実はいけてたりもする。うん、ちょっとこの辺から気使おうか、ちゃんと。まあでももうこの辺ね、言うてもやることは一緒なんよな。やば、それは入らんで欲しかった。もうでも入っちゃったらしょうがないんだよね。じゃあしょうがないよ。だってこいつらが俺の言うこと聞いてくんねえんだもん。こうやってな、こいつら俺のことをバカにしてくるね。だからもうこれもゴミに塞いじゃえばいいね、もういっそのこと。わかった。言うことを聞かへんのやったらもう塞ごう。こんな悪いことを言う口を、キスして塞いでいく。うん。んで？それでどうする？でもこれはイチゴが来るまで待たねば、待たんと始まらん。が、それはやばい。それでも入ってほしいな。オッケー。ここもできればチェリンボ来るまで待ちたい。あー、なんか嫌なとこ落ちたな。これはこれで、これはこれで、
なんか入り込んでく、入り込んなん、もうだからさ、それだ、処理してたやん。別にこう、つかへんようにめちゃめちゃ細心の注意払ったやん、俺。あかんよーって。そういうことしちゃあかんよーって。言い続けてきたのにね。そういう、言うこと聞かへんねん、お前らは。まあ、これはこれでありか。これはこれでありなの？毎回言うてる気するな。もうこれはこれでありでは。これはこれでありではって言ってありだった試しがないね。だからあかんねん、多分。そう考えよう。そう思ってる時点で俺は二流やったんやと。だから、一流になるためには、どうすればいいかを、常に考え続けなければ、俺たちはこの先生き残れないと、そう思うしかないっちゅうことや。とりあえず、チェリーは待とう。チェリーだけは待たなあかん。ごめん、待つって言うたけど、その前に、言うこと聞かへん奴らが、そうやって入っていったんで、もうそれはもう、しょうがないよね。なことなっちゃったら。うわ、怖っ。なんか、裏返ったな。こうやって、なんか、定期的に毒が裏返んねんな、このゲーム。なんでそんな毒がすぐ裏返るか、マジでわからん。わからんけど、いや、わからんな。このゲームマジでわからん。いやー、でもこのイチゴは、さすがに初恋は。いやー、どうしたらいいんやろ、この処理。マジで邪魔。いや、ほんまに邪魔すぎて辛い。それは邪魔すぎる。邪魔すぎるけど、ツモ運の良さでカバーしていく。ほんまにこれツモ運ええんかな？別にそんな良くもない気してきた。いやー、それはマジできつい。これ入る？いやー、そこ入らんのか。じゃあ終わりだよね。なんかこう、毎回そこ入らんかな。入らんな。じゃあ終わりだよねっていうのがね、多すぎね、このゲーム。いや、でも始まり。それは、始まり。このゲーム、そういう始まり方するときもあるから、ちょっと、やめられんのよな。このゲームやってるとね、俺の体がどんどん不健康になっていくのを感じるんよね。いや、これはポンカン待とう。一回これもう逃がしていい、ここで。それだけはやめてくれ。やめてって言ったんだけどな。まあ、しょうがねえか。まあ、まあいいでしょう。まあいいでしょう。右でちょっと一回逃がそうか。ちょっとリスクが。あまりにもこのゲームはリスクが怖すぎる。ここの、いやーもうチェリーは怖くて触りたくない。形はいい。形はいいが、これもうこう、いこうか。もうこれで、こうするしかない。いちご。いや、しゃがない。もうこれはもうここを間にでも、
うん、いや、まあ、オッケー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 。え、めっちゃ良くない？この形は。さすがに。え、さすがに良すぎない？これ。これを良すぎるでしょ。これで、いけんかったら俺もう、泣く。3週間ぐらい、このゲーム起動できへんくなる。俺の心が病んで。頑張ろう。うわぁ。いや、ここは押し上げる。ね、押せるって。いや、押してる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 。押してる。じゃあ、こう。OK。いや、ちょっと待って、そこのイチゴ怖いな。いやー。いや、でも、これが、あー。嘘ー。なんかちょっと嫌な予感してきた。嫌な予感してきたよ。ちょっともうこのゲームのコントロール難しすぎる。いや、大丈夫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 。ちょっと待って、それはまずい。それはまずいって。ねえ、ほんともう全部思い通りいかへん。ね、あの、こう、旗から見たらこの人何してるんやろうなって思うと思うんですよ。僕もね、別にこれしたくてしてるわけじゃなくて、なんかもう勝手にね、意思を持って動き出すんですよ、こいつら。あのこのゲームにはね、魔物が住んでいると言うても、うわぁ、もう最悪すぎる。なんであんな良かった形からこんな地獄のような絵面になったん、急に。誰もここまでやってなかったね。うわぁ、しかもそこそうなるやん。ここ入られへん？せめて。うわぁ、ダメそう。うわぁ、あんないい形からここまで落ちぶれることってできる？ここまであっさり落ちぶれると思わへんやん。うわぁ、どないしようかなぁ。でもこれ、せめてこう逃がしたらおましじゃない？まあ、ここがせめて交わってくれれば、あー、まだなんか望みは出てきたか？これ絶対あのイチゴは育成したいねん。正直。でもここ置いたら、桃が移動し始めんねんな。じゃあ無理やん。ここの隙間に置くとか。いや、無理やなー。こう桃が移動、いや、桃絶対移動する。知ってんねん、ここ置いた桃移動するの。見ててな。え、マジで桃移動するから、俺が悪くないっていうところを。移動はしたけど、思ったより移動はせんかったけど。いや、これ、これ逃げよう。で、ここを、なしって、オッケー、でか。でかい、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 でかい。マジででかい、この動き。ちょっと待って、それで、切ることなら、叶うならば逃がしたい。どうしよう、これ。ちょっと、いちごまだ。うわー。ここでもいいや。ちょっと待って、どうしよう、助けて。それもう下まで行って、引っかからんといて。ああ、もう終わった。まずい。そこのチェリーはマジできつい。ついけど、まあでもこのサイズならそこまで邪魔しないのではっていう、正直ちょっと淡い期待というか、もう願望というか祈り、願望と祈りが今入り混じっている状態。これは処理せんとまずい。まあそれ入られたらマジで終わるんだってね。ね、終わらんといてくれ。
終わらんといてくれ、お前ら。まだ、まだいけるぞ。ここ、開け。開け。もうこれ開こう。オッケーか？これを果たしてオッケーなのか？そのイチゴ。そのイチゴ、お前。いやもう、このイチゴはちょっとまずいぞ。チェリーぐらいやったらよかったけど、イチゴは話変わってくんねんな。んでももうこれこうするしかないんよな。分かっててもこうするしかない。それがどれほど恐ろしいことを生み出してしまうことは分かってても、分かっててもやるしかないんよ。これなんか汚染か？いや無理か。これでも開くやろ。開かん？絶対開くと俺は思っててんけどな。あと開く開く。ねえ、そこちょっと、もうちょっと融通きかんかな、君たち。いや、いけるね。今死にかけた。がよし、がよし。がよし、いいよ。いいけど、ちょっと一回これチェリー待とう。多分チェリー待った方がいい。いいはず。ここスピード大事やと思ったけど、間違ってはなかった。オッケーオッケーオッケー。このツモいい。あ、ツモいい、ツモいい、ツモいい。マジでいい、このツモ。最高。無駄ツモがない。無駄ツモのない改革。いや、これマジで来てへんか。え、待って待って待って。え、つうか、まずこれ3000点は絶対超えるやろ。これで3000点超えんかったらマジで。いや、これ。欲張る。うわぁ、そこ行ったか。欲張って。だけど、ちょっと待って、このパイナップル、まだもう一個桃作れそうじゃね、正直。ここに可能性を置いときたい。あー、でもここ、いやー、ちょっと怖いな。まあしょうがない。そこはしょうがない。怖い。どうしよう。3000超えた。もっと伸び、もっと伸ばせる、そのはずだった。いや、まだいけるぞ。まだいける、まだいける、まだいける。てくれ。あーそう、まあでも、え、だってさ、これなし。あー、そっか。でもあっちが死ん、右が死んだんか。なし、桃、パイナップル、メロン。あ、まあメロンまでか。いやでもめっちゃ形よかったし、まあ3152、まあ過去最高得点。ようやく3000点取って、ようやくこれで俺もスイカマスターの道を第一歩踏み出せたっていうレベルやな。プレイ時間どんぐらいやろ。
ちょっとまた後で調べとこうかな。はい、すいません、なんかもうこんな夜中の2時半まで1時間でしたけど、とりあえずとりあえずそうやね、やっとラインを越えれたな。ということでちょっと寝ましょうか。はい、おやすみなさい。